ベルガマスコシェパードドッグとは、イタリア原産の牧羊犬種である。犬種名は、原産地ではなく、ベルガモ出身のブリーダーが、本種の発展に、大いに貢献したことにちなんで付けられた。単に、ベルガマスコと呼ばれることもある。別名ベルガマスコシープドッグカネダパストーレベルガマスコ。およそ紀元元年から、紀元前1000年の間に、フェニキア人がイタリアに持ち込んだ。 アジア原産の牧羊犬に地元の犬やマレンマシープドッグなどの犬を交配させることによって作られた。サイズは大きいが森畜犬として羊を泥棒や狼から守るだけでなく牧羊犬としても使われていてボーダーコリーのように羊を誘導し移動させる働きを行っていた。得意なコートのおかげで雨風に強く 極めて丈夫な体を持っており優秀な作業犬として重宝されていた。19世紀になると消ドッグとしても使われるようになり、コートがさらに誇張されてより厚くなるように改良された。ベルガマスコは非常に手入れが難しい犬種のため、第二次世界大戦が起こった際は頭数が激減し、絶滅の危機に陥った。しかし、 ベルガモ出身の熱心な愛好家によって、ブリーディングが継続され、生き延びることができた。戦後、ベルガマスコは珍しくて変わった犬として、国内外でさらに注目されるようになり、原産地外にも輸出が行われるようになった。現在は、ほとんどが小ドッグとして飼育されていて、実用お及びペットとして飼育されているものは、非常に少ない。 ベルガマスコ最大の特徴は、ロープのように垂れた長いシャギーコートである。このコートはきめ細かく柔らかい肌毛と、油分を多く含む中毛、そして硬く粗い上毛の三層から成り立っている。生まれたばかりの子犬のコートは短いが、成長とともにシャギーコートに発達して絡まり、ロープ状のコートが出来上がる。コートが出来上がるまでの時間は個体によって異なる。 このコートは、寒さにとても強く、狼など牙をほとんど通さない鎧の役割を果たす、ものである。毛色はミルクからブラウンまで様々で、単色のものや二色のものがある。がっしりとした体格でマズルは短く、足は長めではサーベル型のタレオである。ちなみに、顔と尾の部分のみ、シャギーコートが絡まっていない。体高はオス60から62センチメートル。 メス56から58センチメートルで、体重はオス32から38キログラム、メス26から32キログラムの大型犬。性格は知的で忍耐強く優しいが、少し頑固な面も持つ。運動量は多いが、しつけの飲み込みは良く、状況判断力も非常に優れている。性格面や性質面では、優れ、家庭犬としての資質も高いのではあるが、 コートの手入れが非常に難しいため初心者には飼育できない犬種となっている。ロープ状のコートは一本一本手洗いでシャンプーし、コートの形を崩さないようにするため1ヶ月に一度しかシャンプーできない。普段の手入れは顔と尾の部分のみブラッシングを行うことくらいしかできない。商用に飼育されている犬はコートをカットできないため、犬の排泄の度に、 肛門周辺のコートを紐などで結んで汚れないようにする必要がある。また、暑い夏季の管理も難しく、熱中症や皮膚病になるリスクも高まるため注意が必要である。ベルガマスコウ、このような病気にかからないように飼育が行える、飼い主はかなり腕のある熟練者として尊敬されることもあるほどである。なお、外見にこだわらない。 ペット用として飼育されているものは、ライオンクリップを施したり、牡蠣にはすべてコートを刈り取るなどして、手入れを楽にすることがほとんどである。また、目にかかるコートは、目疾患予防のためカットすることも多い。日本のような高温多湿の国での飼育は難しい。ありがとうございます。